比較ボン・ VS ・ INZM ・ナンバー・アンダーライン・アイの進化が止まらない。2曲のダンスを徹底比較。振り付けを担当した k s, s f i r e のこだわりや、ハンドマイクを使った新たな挑戦についても詳しく解説します。2024年8月19日、ダンス集団、ナンバー・アンダーライン・アイが新曲、INZM をリリースし、その独特なダンスパフォーマンスが多くの注目を集めています。 特にこの楽曲の振り付けは、まるで稲妻の閃光が空を切り裂くかのような動きが印象的で、ファンの間で話題となっています。この稲妻を象徴する指の動きは、歌詞とリンクしており、楽曲のエネルギーとスピード感を強調するために重要な役割を果たしています。振り付けを手掛けた k s c f i r e は、これまでにも、ボンの振り付けを担当し、ナンバーアンダーライン愛のスタイルを確立してきましたが、 INZM ではさらに新しいい挑戦を見せています今回のパフォーマンスはハンドマイクを使用しておりその制約の中でどのように自由な動きを取り入れるかが工夫されています特にサビ以外の部分ではメンバーがより自由に動き表現の幅を広げていますこの自由度が見る者に新鮮さと驚きを提供し何度も繰り返し視聴したくなる魅力を生み出しています 平野翔が迷ったらいつだって右左という歌詞に合わせて神宮寺勇太と岩ン太を指さすシーンや、次のすげステージでぶちかまします無限で神宮寺と岸が手を合わせて無限大のシンボルを作る場面など、歌詞とダンスが巧妙にリンクしており、視覚的な楽しさが増しています。また、太平洋にダンク・ライク・エイ・ジョダンでは、バスケットボールの動きを取り入れ、マイケル・ジョダンへのオマージュを感じさせる振り付けが見どころです。こうした遊び心のある振り付けは、 ファンの想像力を刺激し、楽曲に対する理解や共感を深める要素となっています。ダンス全体に漂うコミカルさとエネルギッシュな動きは、まさに INZM の魅力を最大限に引き出しており、終盤にかけて一気にテンポを上げる展開は、見るものを最後まで飽きさせない力強さを持っています。このようなパフォーマンスを通じて、No.1 I は単なるダンス集団以上の存在感を示し、 彼らが描く世界観をを視覚的に体験すする機会を提供しています特に岸優太の際立った技術が INZM で浮き彫りとなりその表現力と身体能力の高さは他のメンバーとの絶妙なバランスを保ちながらもひと輝いています岸は以前からダンスの才能を認められてきましたが今回のパフォーマンスではその実力がさらに進化し観客を魅了する力を持っています 彼の動きは一つ一つが計算され尽くされており、その緻密さが INZM のダンスにおけるようとなっています。ナンバーアンダーライン I のメンバーたちは、ただ技術的なパフォーマンスを追求するだけでなく、彼ら自身の個性や感情をダンスに込めることで、楽曲に命を吹き込んでいます。これは、単に振り付けを覚えるだけでは達成できない、深い表現力が求められる作業です。その結果、 観客はただの視覚的なショーではなく、感情に訴えかけるような体験を得ることができます。INZM のパフォーマンスは、ナンバーアンダーラインイのこれまでの活動の集大成とも言えるものであり、彼らが新たなステージに進むための重要な一歩となるでしょう。また、現在のエンターテインメント業界において、視覚的な要素はますます重要視されており、 SNS やストリーミングプラットフォームでのシェアや再生回数がアーティストの成功を左右する時代です。INZM のような強烈なビジュアルと音楽が融合した作品は、こうしたプラットフォームでの拡散力を高め、より広範なオーディエンスにアプローチするための強力なツールとなります。この流れにおいて、ナンバーアンダーライン I の戦略は非常に的確であり、彼らの未来が明るいものであることを示唆しています。 ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスがここまで多くの人々を魅了する背景には、彼らの絶え間ない努力と挑戦があります。彼らは常に新しい表現方法を模索し、進化し続けています。その姿勢は、多くのファンにとってインスピレーションとなり、また彼ら自身がアーティストとしての成長を続けるための原動力となっています。これからもナンバーアンダーライン愛がどのように進化し、どのような新しいパフォーマンスを見せてくれるのか。 ファンは期待を持って見守っていることでしょう。さらに、彼らの活動は日本国内だけにとどまらず、国際的な舞台でもその名を轟かせています。特に、ダンスと音楽を通じて文化の壁を越え、世界中の人々に共感を呼び起こす力を持っている点で、彼らの影響力は計り知れません。今後、ナンバーアンダーライン愛がどのようにその影響力を広げていくのか、また新たな挑戦をどのように乗り越えていくのか、 目が離せませまん最後に、INZM の成功は、ナンバーアンダーライン愛がこれまで培ってきた経験とスキルの結晶であり、同時に新たな可能性を切り開くものであることを強調したいと思います。彼らの未来にはさらなる挑戦と成功が待っており、ファンとしてもそれを共に祝福し、支えていきたいと願っています。さらに、INZM の成功は、 ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちが培ってきた絆とチームワークの強さをも象徴しています。グループとしての一体感が彼らのパフォーマンスに深みを与え、個々のメンバーが持つ魅力を最大限に引き出しています。例えば、岸優太が披露する卓越したテクニックは彼だけでなく全体のダンス構成や他のメンバーとの連携によってより一層際立っています。このように、 ナンバーアンダーライン愛は個々のスキルが高いだけでなく、それをグループとして一つにまとめ上げる力を持っています。また、INZM の振り付けには、彼らのクリエイティビティとユーモアが反映されています。歌詞に合わせた動きや遊び心のある振り付けは、視覚的に楽しいだけでなく、観客に深い印象を残します。こうした要素は、エンターテインメントの本質である、楽しさを存分に引き出しており、 見るるものを引きつける力となっていますナンバー・アンダーライン・アイはダンスという枠を超えてパフォーマンス全体を一つの芸術作品として作り上げているのです彼らの成功の背景には個々のメンバーが持つ強い自己表現の意思とそれをサポートする環境がありますナンバー・アンダーライン・アイのメンバーたちはただ与えられた振り付けをこなすだけではなく自らのアイデアや感情を積極的に表現しようとします それは彼らがパフォーマンスに対して非常に真剣であり、同時にその瞬間を楽しんでいることの表れです。この姿勢が彼らのパフォーマンスに対する観客の共感を呼び起こし、より強い結びつきを生んでいます。さらに、彼らのダンスには、現代社会におけるメッセージ性やテーマも含まれていることが多く、単なるエンターテインメントにとどまらず、見る者に深い思考や感情を喚起する力を持っています。 INZM の中にも、そうした要素が見え隠れしており、稲妻のように一瞬で心をつかむその動きの裏には、より深い意味が隠されているのかもしれません。こうしたアートとしての側面が、ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスを特別なものにしているのです。そして、これからのナンバーアンダーライン愛に対する期待はますます高まるばかりです。彼らが次にどのようなステージで、どのような新しい挑戦を見せてくれるのか、 ファンとしても非常に楽しみです。また、彼らの活動は、若い世代にとってのインスピレーションとなり、多くの人々が彼らを見習って新しいことに挑戦しようとする姿勢を育んでいます。これからも彼らが自らの可能性を追求し、さらに大きなステージで輝いてくれることを心から願っています。最終的に、INZM という楽曲は、ナンバーアンダーライン愛がこれまでの経験を生かしながらも、 常に新ししいいものをを求め続ける姿勢を象徴しています彼らは過去の成功に満足することなく、常に進化し続けることで、その魅力を保ち、さらに広げています。この姿勢は、彼らがこれからも多くの人々に愛され続ける理由となるでしょう。ファンとしても、彼らの成長と成功をこれからも応援し、共に喜びを分かち合っていきたいと思います。 これからのナンバーアンダーライン愛がどのような未来を切り開いていくのか、そしてその過程でどのような新しい感動を私たちに届けてくれるのか、その全てが楽しみで仕方ありません。INZM はその旅の一歩に過ぎないのかもしれませんが、その一歩は確実に彼らを次なるステージへと導くものとなるでしょう。